日本関東地方東京都町田市南、ナルセ南ナルセは、東京都町田市の町名。現行行政地名は南ナルセ1丁目から8丁目。郵便番号は194-0045。町田市の南東部に位置する。旧ナルセ村の南側にあたる地域であるため南、ナルセという地名になっている。JR 横浜線のナルセ駅からは北側にある。 東は神奈川県横浜市緑区、南は津久市屋一丁目と小川一丁目となる瀬が丘一丁目、二丁目、三丁目、西は小笠賀六丁目、七丁目、北はなる瀬六丁目、七丁目、八丁目と神奈川県横浜市、青葉区と接している。地域全体が丘陵地であり、平坦な場所が極めて少ない。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、南ナルセ5丁目26番後の地点で21万8000円、平方メートルとなっている。宅地開発がなされ、ナルセから分立。2018年1月1日時点の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 地域内に以下の町内会が組織されており、防災、環境美化、防犯パトロール祭りやスポーツ大会を主とした地域交流イベントの開催など様々な活動が行われている。1から7丁目は JR 東日本横浜線の成瀬駅が最寄り駅である。八丁目は東急田園都市線のつくしの駅、もしくは JR 東日本横浜線と 東急田園都市線の長津田駅が、最寄り駅のところがほとんどである。成瀬駅バス停留所などから、神奈川中央交通東の路線バスで、町田バスセンター駅、子供の国駅行き、つくしの駅行きなどがある。町田市立総合体育館商店会組織としては、南成瀬共栄会があり、地域貢献活動が活発である。 毎年8月の第1土曜、日曜に、南ナルセ協営会と、ナルセ省友会の主催で、ナルセ駅北口のロータリーを会場とする、ナルセ祭りが開催される。ありがとうございます。